はいどうも、マナマンです。今回はレジェロンテ降臨の地獄級にペジットパーティーで挑みたいと思います。ガリウスを入れてみました。いきます。500万ですからね、ボス削るのにガリウスを使っていきたいなと思いますけど、まあ、超級はクリアできたんですけど、どうしようかな。ちょっと盤面が難しいな。どうしようかな。こうかな。じゃあ一撃で突破ちゃうかな。さあこっからどうしていくかですよね。一発目のダメージは食らってもいいかな。どうしよっかな。回復もしたいし、いきます。まあ、次のフロア進むと全開してくれるんで、ワンパンワンパンできてる。ちょっと待って、スキルがたまらんよこれ。スキルがたまらんよ。どうしよっかな。どうしよう、ここで孫権もためてみたいなとこやったんですけど、ちょっとボス戦まで絶対すぐ行っちゃいそうやな。なんかガディウスの必要性があんまりなくなってきた気がしている。水ドロップをしてくんねんけど、いやーどうしようかな。ここで一旦稼ぐっていう手やったけど、3ターンペジット一発打ちの、難しいな。どういう戦略でこう、水が落ちやすいってことで、ここで突破していきたいね。倒せへんし倒せへんし、やばい、まずい。3ターン待って、ガディウスは回復の2コンボで攻撃力は高くなるんですね。ベジットで抜いていくか。ちょっと回復の2コンボはちょっと難しいんで、いやでも回復の1コンボでも倍率出たか確か。新しいパターンで倒していく感じ。あ、闇が入ってないわ。あ、いいわ。でも8倍、8倍出た。あ、倒せない。いやー回復マジか。ってことでここでベジット使ってもいっちゃいいか。孫権マジ、孫権はやっぱ次のターンで使いたいね。ってことでここは普通に突破していきたいな。相手難しい感じを持ってきた。あ、倒せないかな。無理か。そう、ダメージきついか。さすがに無理やな。ペジット。
ケー。色決めて突破していきます。ラクシミ突破。さあここで、さあペコドラが落ちてきてほしいですね。ライラのスキルを上げていきたいので、ここで、あ、そっか、孫権使えねえ。マジか。右は倒そうか。右は忘れてたわ。絶対に右は倒したい。水持ちで行くか。冷えな。絶対右は倒す。よし、最低限、最低限のことはできた。ここで孫権使って回復もしつつみたいな。じゃ倒せんでした。回復しちゃおう。結構難しいな、この場面。3ターン火がない。このチャンスをものにしたい。闇の四つ消しと水の四つ消しをどっかで入れたいかな。これでボスいっちゃえば、いけー、オッケー。さあボス来たけど、もう決めに行くしかないでしょうね。ここでも500万でしょ。水やからね。盤面的には結構これ、いやでもサブ2体あれなんですね。次のターンでやられちゃうかな。まあ、回復残しとけば大丈夫か。いやーどうしよう。いやーもう決めに行こうかな。行きます。うわ、マジか。回復あるっちゃあるけど回復あるけどさ、いやー難しい難しい。闇の四つ消しを作りたいけど、どこで作ったらいいかが全然わからん。光の継ぎ足はあんまり意味ないから、闇の継ぎ足がやっぱ大事かな。この場面だと思う。下に作る無理だ。ちょっと難しい。ちょっと待って、あ、いけるか。一箇所できるね、多分。いきます。光、火の四つ消しも入れろって話やね、これ。最悪や、倒されんやろ、これ。いける。
よし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 、いいんちゃうかこれでも。いやー相当400枚以上削ってるよね。さあ残りのやつを、まあ一応全部の色対象かな、対象かな。オッケーオッケー。どうしようかな。ベジータ使いたいなこれ。どうやろう、闇に頼るのはどうだ。あんまり嫌な予感しかしないな。闇は頼らんでいくか。回復がないからな。一色、うわちょっと待って、色足りないじゃんこれ。回復もないしダメじゃん。まあ、次のパターンで5000だから大丈夫か。あれ色、あ、そっか、パニクってる。いきます。まあ、こんな感じでいいんちゃうかな。色、OK、倒しました。 OK クリア。よっしゃ、クリアできました。レゼロンテは長級で取ってたんで、はい、では今回はレゼロンテで降臨地獄級にベジートプアーティで挑戦しました。ご視聴ありがとうございました。